まったく時間かけすぎたせいで電話切れちゃったじゃない。このみさんに悪いからちゃんと君の方からかけ直してね。急ぎの用事かもしれないからすぐ折り返した方がいいんじゃない。ここで電話していいよ。私仕事あるからもう帰るし。あ、このことはくれぐれもこのみさんには言わないで。一緒に活動部屋行こう。いよいよ初めてのお仕事だね。すごく緊張してきた。そう言ってくれるとなんか自信湧いてきた。あら、二人ともちょうどいいところに。今日はロケよろしくね。はい、よろしくお願いします。このみちゃんの制服も活動部屋に置いてあるから、あなたぴったりに仕立ててあるわ。本当ですか？すごく楽しみです。私は玄関に車をつけに行ってくるわね。着替え終わったら降りてきてちょうだい。はい、着替えてすぐ行きます。あと机の上にレフ板が何枚かあるから全部折りたたんで下に持ってきてちょうだい。あ、パイセン来た。おつおつ、お待たせしました。私たちもちょうど今来たところだから早速着替えよっか。はい、持っている間レフ板の準備をお願いしてもいいかな。ブラも着替えちゃおう。ちゃんと替えのブラ持ってきてるの、さすがプロって感じですね。いいな、私もブラ付け替えたい。今後はここに予備を置いといてもいいかもね。ヤヒロ先輩頭いい。いつでも着替えられるじゃん。家からいっぱい持ってこよう。活動用に買い出そうかな。今の下着だとお尻とかきつくなってきたし。てかヤヒロ先輩、さっきからおっぱいでけえ。確かに、やっぱりというか真
近で見ると張りとかすごいですね。二人とも触ってみる？うんうん、いいですかね。女の子同士なんだし気にすることないでしょう。じゃあ、うわっ、全然違う。玉よりさんめっちゃもむじゃん。このくびれえぐくない？私自信なくなってきちゃった。お脇腹弱いからそんなに念入りにツーってしないで。ごめんなさい、気になってつい。てか、こんなことしてる場合じゃないよ。だいぶ汗も引いたし、さっさと着替えちゃおう。いけない。そうですね、着替えないと。きつくない、いい感じだ。めっちゃ助かる。やひろ先輩、リボンやって。うん、いいよ。できた。いい感じじゃない？ありがとう。私もスカーフ整えて、よし。二人とも良さそうかな。カーテン開けるよ。はーい、りょう。お待たせ。じゃーん。この服、前よりも胸元がフィットしていい感じじゃない？